一番手は誰だ？ ここだ！ 隠れて逃げられたかもな。 避けろ！ いや！
一族郎党殺されたらしい。生き残りは金、材木、布を扱います。役に立ちますよ。では、またいつでもいらっしゃってください。ご遠慮なくご覧ください。ここだは燃やされ、困っておる様子だが、何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。役立つものばかりです。安典はあまり飢えてないよ。早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれとっちゃ俺らは手負いの鹿か。全て忌々しい通行証のせいだ。休んだお侍。何があった？もうこと手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、番邸に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。
秋生殿の荷車だ。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。秋生はおらぬか。通行証はないな。子供、小屋の男らが狙いか、知らせてやらねば。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋生殿を助けてください。実は弟なんです。何だと。通行証を奪おうとしたのも全て家名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。脇にそれた。
アキウドはあの中におるはず。動くな。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。今の。ああ、察知を抜け。
つは侍の技とやる。いやわが家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。
나! 탄! 들니 갈리! 팀에! 늘 텐 바가요! どなたか、お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめていました。答えを得られぬと知るや、怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。 狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷たる土より稲妻の獣を入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことを当たわず、 かの稲妻の獣を果たし当たう者あらば、重則のみぞとて義時津島第一の早業の武者を頼みけり。重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ること当たわざる技なり。重則は 村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘い至り、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なりぎりで、最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供なかりっけり。その後重則隠れすみて出会う者も稀なり、 類なき勇と腕とを示ししものみに、試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子の、また獣シーゾ剣との思いになればなり。犯人の狙いは重則の技の会得。そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？ 女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。
講師が言っていた橋。鳴き声がする。どこだ？侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。爪の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。いざ勝負。
あの姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。指導から出るとは思わない。古賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。罪のない連中を殺して食い物を奪ってやがる。
優しい男だったのに、どうして。何も感じない。どうしちまったんだよ。優しい男だったのに、どうして。
古賀はここの葉を集めたのか。うずめたれ草覆われてさもらえり、世は皆知らぬ物隠しかな。人のうめき声だ。太刀を抜け。犯人は猛虎を連れた男か。
祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。に得させるわけにはいかぬ。仲良くやっていこう。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。他に手はない。Эннес мутар чадахгүй. Ой, өнөөг хүү. あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め、昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けよう。おい、随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。
技のみでは俺には勝てぬ。かような才能があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。